こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。前走 WBC ターフ惨敗してしまったカタナラビアンですが、実はもう出せる適当な距離のレースが宝塚記念までありません。どうするか、大阪杯行くしかないでしょうというわけで、岡部騎手も乗ってくれるんで、あえてここは挑戦したいと思います。引退前残り19周です。いきなりです。いきなりステーキ。なんとかここで勝ってほしいですね。うん、オッズもだいぶ落ちている。 3.1 倍だもんな、一番人気とはいえ。ネーハイシーザー、ちょっとメンバー落ちますよね。ベガ、この辺か。マーベラスクラウン、いやー負けちゃいけないでしょう。ダイナミックバード、ダイナミックバードっていいな、名前が。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。大阪杯まもなくスタートです。実在するんだろうか。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。するんだろうな、この世代に。スタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのはヤマニンファントム、ヤマニンホックスがかわしていきました。ヤマニンね、結構出てますね。エルカーサリバー、ネンハイシーザーが上がってまいりました。7番スターバレリーナ、その外11番マーベラスクラウン、それからちょっと縦長かな。ステージヒーロー、その後ろ5馬身くらいあって3番ナイスネイチャー、その外からは10番カタノアラビアン、ダイナミックバード、それからもう1頭サンドピープル前でありますが、前先頭8番ネーハイシーザー、わずかにリードしている。そしてその後ろから4番エルカーサリバー、ネーハイシーザーに突っかかる。そして内からはエルカーサリバーも大したもんですね。それからもう1頭スターバレリーナ、マーベラスクラウンは展開そんなに早くないのか。そしてもう一頭5番ステージヒーロー、差が開いてナイスネイチャー、ここにいたカタノアラビアン、堂々たる一番人気、注目の的であります。さあ、それから気がつけばもう 3,4 コーナーだよ。そして外からはサンドピープル、内回りなのにね。先頭は依然としてネハイシーザー。さあ第4コーナー、問題は直線、内から3番、外から3番手か。後ろから、なんだあれ、ナイスネイチャーがいい伸びだ。あー、しかしナイスネイチャーと足色そんなに変わらないぞ。稼げるのかナイスネイチャーを。あ、もうゴールだ。3着、どうしたものかな。これは悔しい。そう、いやー明らかに、いやーお様子がおかしいです。ピンクが早かったのかな、この馬。レースを終えた馬が戻ってきました。鋭かったですね、ナイスネイチャー。なんかいろいろあります。平松井景況、何かご用でしょうか。調子を出しましょう。とりあえず放牧だけど、放牧する期間はそんなに多くない。何かご用でしょうか。はい、というわけで大阪杯も3着。メンバーそれほど強くないのに謎の大敗が続いています。これはもう何とかしないといけません。これで宝塚記念にかけたいと思います。引退まであと18周、もう少し応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。